すごい硬いですね。そうなんですね。自覚はあんまりないです。自覚はないですか。感覚が一番怖いです。
そうですね。ですよね。ここの、あ、気持ちよくなってきました。はい、そうですね。やっぱ硬いままですとやっぱ痛みがどうしても揉んでる時に出やすいんですけれども、やっぱほぐれてくると痛みもだんだんほぐれてきて、うん、それが心地よくなってきますよね。まあ、特にこの肩甲挙筋って呼ばれているこの肩甲骨に付着していて、首まで伸びてる筋肉があるんですけど、はい、そのあたりがだいぶほぐれてきましたね。上げるときにですね、頭を後ろにちょっと倒してみてください。そうです、そうです。もっと倒れますか。そうです。離すときに首を元に戻してください。はい、では倒します。あ、戻します。でこれを3回繰り返していきます。はい、上げます。そうです。はい、それでは元に戻します。これをこれだけでねやることはいいんですけど、首を後ろに倒すのは、うん、ここに僧帽筋という筋肉ついてるんですけれども、首までねこうついてるんですけど、はい、ここの上の部分までしっかり緩むような感じになります。ではラストいきます。はい、上げます。元に戻します。どうですか、すっきりしませんか。うん、すごいすっきりします。ありがとうございます。
トークセンと呼ばれているこの火槌でちょっと叩いていきます。もし痛かったら言ってください。ちょっと音がこもるところがあるんですけれども、うん、そこが結構硬くなっているところです、うん、今の位置っていうか肩甲骨の位置すごい気持ちいいです。ここの、まあ、この内側の部分、内側って呼ばれている部分ですね、はい、ここ皆さんね、口揃えて気持ちいいっていうところですね。こもってますよね、うんうん、こってるってことですね。うん、高いですね、
はい。このあたり少し痛いです。あ、この上の方ですかね。はい、この辺が硬い感じですか。うん、それこそ先ほどの、まあ、肩甲挙筋と呼ばれている筋肉が近くにあるんですけど、うん、やっぱこの辺でどうしても癒着しやすいというか、うん、なんで結構痛くなる人多いですね。うん、指なんかも下の方入りやすいんですけど、うん、上の方ってやっぱ癒着しやすい、入りづらくなりますね。うん、あとこの辺もツボがちょっとあったりするので、うん、まあ、ちょっとの刺激でちょっと痛みが出やすかったりします。うん、